誰 B ボーイだぜ。はい、みんな元気。ですね、今日ちょっと新しいことやってみようかなと思いましてですね、普通の動画ではあんま来ないんですけど、ラップとか出すとなぜかブルー攻撃的なコメントが増えてくるんで、読んでみて、皆さんにシェアしてみたいと思います。レッツゴー。フローがダサすぎ、韻の踏み方が中学生ラッパー並み。ありがとう。久しぶりにダサいラップ聞きました。センスが本当にない。見ててかわいそうになる。聞いてて本当に辛い。ワックすぎて悲しい。ただし俺はすごいワック。ワックってのは俺とってまあ褒め言葉だからね。冗談抜きで下手でラップ下手だよね。フリースタイルだったら絶対下手で負けるだろうし、どう見ても気がつけるラッパーにしか見えなかった。けど名前通り下手でっていう自虐だから親近感湧くけど、ラップは練習した方がいい。練習します。ヒップホップの恥探し。前回の H&M に引き続き BK でも何でもない。それな、だから最近から進んでみる気にならない。 BK っていうのはね、キャップとかこういうのが BK だけじゃなくて、まあいろんなものが僕は BK になると思ってるんですけど、まあね、それがそうじゃないと思ったらすいません。こんなに昔つく人初めてです。なんかどの曲も似てて特徴ないね。これはひどい。こいつのどこがヒップホップなの？学生の文化祭レベルじゃん。こいつを支持してるにわかヒップホップファンたちも寒いわ。だからあのみんなのこと寒いって言ってますね。こいつのライブ行くようなやつはヒップホップが好きなんじゃなくて、薄っぺらいことしか言えないラップが好きなんだろうね。ヘタレ B-Boy とかいうやつ興味なかったけど見てみたらダサすぎ。ビーフについてまとめましたって。ふざけんな。お前らにとってビーフは小学生の喧嘩か遊びか、エンターテインメントか。トゥーパックと BE はビーフで殺されたけど、そのぐらいの覚悟でビーフしてんの？てかそのこと知ってるの？まあね、そのこともちろん知ってますよ。じゃあ松島殺します。松島殺すぜ。松島殺して、バーン。はい、松島死んだ。納得いきましたか？これがビーフですよ。歌詞が普通すぎるんだよな。あと声をダブらせたり、無駄な編集でクオリティ下がってるよ。あのまあ歌詞はシンプルな方がいいと思ってるんですけど、顔面パンチ、面パンチとか絶対嘘だろ。ほらなんかいい歌作れんのか、クソ。ごめんなさい。正味微妙。てかヘタレの歌でいいと思ったほぼない。なんか単調だよね。ヘタレ終了のお知らせ。眺める景色は超いいだろう。未来の君調子はどう、成功できる思い通りだろう。泣いた日笑った日泣いた日、親のありがたみ分かった日、君と別れた日変わった日、自分と戦った日々。